皆さんこんにちは、しほチャンネルのしほです。今日は使い切りコスメを紹介していきます。それではスタート。はい、ということで今回はこのボックスに溜まった使い切りコスメを紹介していきたいと思います。前回の使い切りコスメをやってから時間はそんなに経ってないんですが、溜めておいたものとかその間に使い切れたものがタイミングよくね揃ったので、今回はそちらを紹介していきます。まず一つ目がこちら、ハトムギ化粧水です。こちらはもう何度登場したかわかんないんですけども、前回の使い切りコスメでも紹介して2回連続の登場です。で、彼も一緒に使っているのと、彼がね最近ジムに行ってるんですけど、ジムでシャワーを浴びてくるのと、その時のスキンケア用のスプレーボトルにも詰め替えたりもしたので、なくなるペースが早かったんですが、こちらを使い切りました。で、現在も新しい方を開けてリピートしております。今回謎に無印系が揃ったんですが、導入液を使い切りました。無印の化粧水敏感肌用の高保湿タイプです。こちらの2本は以前出した無印購入品の動画でもお話ししたんですが、使い切ったのですでにもうリピートしているものです。現在この無印の導入液が導入化粧液っていう名前に変わって、今ね新しいのを開けて使ってるんですけど、名前がね変わっただけで使用感は特別変わってないかなと思います。クリアケアシリーズのオールインワンジェルです。で、これは未だにね匂いは香るんですが、柑橘系の香りがして夏場によくて私は使っていました。夏場の朝ってあんまりね乳液をベタって塗りたくなくて、ジェルが欲しいなと思った時にこちらを買ったんですが、すごく使用感も良かったし、オールインワンジェルなので保湿力もねかなり高くて良かったんですが、別のものをね試したくて使っているのでリピートはしてないんですが、全然ねリピートしてもいいなと思える商品です。これは有名だと思うんですが、無印のマイルドジェルクレンジングです。かなり昔に出した無印購入品の時に購入して使ってるものなんですが、最初ね私使用感があんまり得意ではなくて、冬場に買ったからってのもあるかもしれないんですけど、少しね突っ張りを感じたのと、これのせいかはわからないんですが肌荒れをねしてしまって、で一旦ね使うのをやめていて、友達がね泊まりに来た時とかにこれをね使ってもらうようにしてだいぶ減ってたんですけど、夏はねちょっと使い始めたら割と使用感が良かったなって感じたので、冬場はちょっとリピートしないかもしれないんですが、あまり乾燥しない時期であれば私はそんなに突っ張る感じを感じなかったし、クレンジングしっかりね落とせてる気がしたので、リピートはしてもいいんですけど冬場はちょっとしないかなっていう商品です。好きな方も多いと思うし、香りもねこちらのクリアケアシリーズと同じような柑橘系の香りのするものです。チフレの拭き取り化粧水です。こちらは詰め替え用の袋なんですが、こちらを買って今ね詰め替えて2回目リピしています。ルナメア AC ファイバーフォームの洗顔料です。こちらは3本目の使い切りで今4本目を開けている状態です。大人ニキビに悩んでる時に出会った洗顔料なんですが、これにね出会って本当に私の肌は変わったし、ニキビがね落ち着いたんですけど、今現在そこまでひどい顎ニキビとかができていないので、ちょっとニキビができそうだなっていう時のお守りとして今も置いてあるものです。で、これを常に使ってしてるわけではなく、他のね別の洗顔を試したりしてるんですが、常駐しているお守り洗顔料って感じで置いています。クリニークのフレッシュプレスト C10 デイリーブースターの美容液を使い切りました。ちょっと前に紹介させていただいて使い切りました。こちらの使用期限が開封してから2週間で短期集中で使うものなんですが、ここにねちょっとシミ予備軍みたいのとシミなのかながもうできているんですが、それもなんとなく薄くなっているのか、ちょっと抑えられた感じがして短期集中にはかなりいいかなと思います。で、やっぱ値段がねこれ2週間使用で2500円ぐらいしてしまうので、こう常に使うことはできないんですけど、本当のスペシャルケアとしてはぜひリピートしたい商品です。こちらのエリプスのヘアオイルを使い切りました。スムース&シルキーで、こっちがヘアリペアの方なんですが、どちらもとっても良かったし、まだねストックがあるので全然使っていきたいなと思っています。私普段は N ドットのヘアオイルを使ったりとか、ロレアルのものを使ったりも
その時の気分で結構いろいろヘアオイルは変えちゃってるんですが、こちらもねしっとりするし、髪にねまとまりが出るので、パサついてるなとかまとまりないなって時は優先的にこちらを使うようにしてます。こっちのピンクの方がこちらに比べて少しね甘い香りがして、こういう気分の時にはこちらを使うようにしています。キャンドゥで購入したんですが、家のね近くのドラッグストアにもこれが置いてあって、なんと3倍の金額で売られてたので、キャンドゥで見つけて買うべきだなと思いました。リーゼのしっとりジューシーシャワーのヘアスタイリング剤です。3本目ぐらいのリピートです。すごく甘いベリーの香りがして癒されるのと、こう前髪が寝癖でホーンってどっか向いちゃったりする時があるので、その時にねシュッシュってしたり、髪がねボッサボサの時はシュッシュしたりとか、まあ私より割と彼の方が使う頻度は高いかもしれないんですが、2人でねずっと使っているものです。で今もこれはリピートして使ってます。ジョンソンボディケアエクストラケア24アワーというボディクリームを使い切りました。私ジョンソンのボディクリームは前ねハンドクリームを紹介した時にお話しさせていただいたんですが、紫か水色かこのクリーム色のボトルが好きで、こちらのね香りがすごく大好きで使い切りました。今はコストコで買ったバセリンのね無香料のものを使っているんですが、匂いで癒されたい時はこっちを使って、まあ特別匂いを求めてない時はバセリンを使ってっていう感じで交互に使ってたんですが、こちらをやっと使い切りました。レセナの制汗デオドランドです。香りが残らない無香料タイプなんですが、私制汗料はなんかシューってやるのが結構苦手なので、こういうスティックのね塗るタイプをよく使うんですが、これはもう何本リピートしたんだろう。これもねかなりリピートしてます。あと私の使い方なんですが、私はおでこの汗がとにかく出やすくて、おでこの生え際とかに軽くね塗ったりして、ここのね汗を抑える時もあります。見た目がシンプルなのがすごく好きで、こちらはね現在もリピート中です。はい、ということで今スキンケア系を紹介したんですが、次は使い切ったコスメたちを紹介していきます。ね、まだまだたくさんあるのですごくね長い動画になっちゃうかも。まあいっか。はい、では早速紹介していきます。こちらランコムの UV エクスペール日焼け止め乳液01番のフローレスブライトというカラーです。多分2年ぐらい前に買って使い切りました。紫外線カット効果がかなり強いのと、肌を綺麗に見せてくれて、コンシーラーもねそこまでいらないと思えるぐらいの日焼け止め乳液だったので、匂いもランコム特有のなんかお上品な匂いがして、それもねすごく好きだったので、今はリピートしないですけど、またね戻ってきたいなと思える商品です。マスカラなんですが、オペラのマイラッシュアドバンスト01番の漆黒というカラーと、こちらデジャブのぬるつけまつげマッチまつげ際立てタイプのマスカラです。こちらの2本は私の動画では毎度出てくるものなんですが、マスカラの使い切りの定義がいまいちわからなくていつ使い切ろうって思っちゃうんですが、もうだいぶパサパサになってきたのと、新しいストックを買ってきたので、まあ、新しい方を使おうと思っていてリピートしています。ファシオマスカラベース02番のマスカラ下地です。放っておいたらもうめちゃくちゃパサパサになっていたので、これはもう使い切りとして処分しようと思います。で正直このマスカラ下地はすごく繊維がたくさんなのと、なぜかね私ボリュームタイプを買ってしまってでミスったなと思いながらも使ってたんですが、結構私が苦手な感じであんまり登場してなかったものです。ケイトの下地とかの方が私には使いやすくて、こちらのね下地は私にはあまり向いてなかったかなと思います。ディオールアディクトリップグローの001番です。2つとも使い切って、こっちに関してはもう本当に気に入りすぎて、この、ね、中をほじくってまで使ってて、こちらも今まだほじくり途中なんですが、もうこうやって塗ることは不可能な状態まで使い切りました。こちらはもう現在新しいのを開けて使っています。これはめちゃめちゃ使いやすくて、もう何使おうか迷った時には必ず登場するリップです。デパコスで肌なじみが良かったり、あんまりね派手なカラーが欲しくないっていう方だったら、ぜひこれは買ってほしいなと思います。友達のねプレゼントとかにもかなりいいかなと思います。こちらのアディクトリップマキシマイザーを使い切りました。こちらも現在3本目を開けて使っています。私はねこのスースー感とプルッと感が大好きで、こちらはずっと使って
ています。ケイトのカラーセンサーリップティント、上が BE の1番、下側が BK の1番です。最近ケイトの縛りメイクをやらせていただいた時に久々にね開けてみたんですが、結構もともと使ってたってのもあって、だいぶねもう付きが悪くなってしまったので使い切りにしたいなと思います。こっちが B の1番でこっちが BK の1番です。こちらね BK の1番の方は黒がかった透明のグロスなんですが、その人のね唇の水分量によって色が変化するっていうリップです。ティントなのですごくね色持ちも良くて塗り心地もかなり良かったし、今現在はこれの同じシリーズのマットのタイプを使ったりして買っているんですが、またね他のカラーも買っていきたいなと思っています。はい、ということでこんな感じが今回私が使い切ったコスメたちでした。で、実はこの袋の中にじゃーん、パックたちを使い切ったものをね取っといてあるんですが、またねこちらのパックは別で紹介できたらなと思っているので、今回はヘア系とかコスメ系だけにしておこうと思います。ということで今日も見ていただきありがとうございました。この動画が少しでもいいなとか参考になったよと思っていただけましたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録もお願いします。インスタグラム、ツイッターもやっておりますので、そちらもぜひフォローしてくれると嬉しいです。それではバイバーイ。